はい、こんばんは。はい、加藤コーチ、今日は何をやっていただけるんでしょうか。今日はボレーの距離感に合わせてコースが、打ちやすいコース、打ちにくいコース出てくるので、まあ、実際飛んできたボールに対してこれはストレート打ちやすいな、クロス打ちやすいなっていう、まあ、ここに打ちましょうっていう結構練習をすると思うんですけど、距離感に合わせて打ちやすい方向をちょっと解説していきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。リトプリ TV チャンネル登録よろしくね。はい、では実際にやっていただきたいと思うんですが、ポイントですね。はい、距離感のポイントって何かあるんでしょうか。まず基準としてはストレートまっすぐ打つ基準として、フォアのミドルボレーだったら左肩の前がストレート立てになります。まあ、向きとしてはこういう向きになります。で、結構距離感が、まあ、ちょっと離れている状態になります。で、クロスに打ちたい場合はここから前に持っていくので、少し体向きがこの位置から少しこういう向きに変わってきます。そうすると横の距離が遠かったのが前に向いた分近くなります。なのでクロスに打つ場合はちょっとボール近めに入らないと前で取れないのでクロスに打てない。で、逆に遠いのをクロスに打とうと思うと全然力が入らなくなってくるので、まあ、ストレート基準で考えたらクロスは少しこういう向きですよ。結構顔にラケットかぶってきたと思うんですけど、ボール近めに入ってあげればクロスに打ちやすいですよと。それがクロスになります。逆クロスになるとこの向きをこうストレート基準で今度離していきます。この今近かったところから少し後ろに逆に向いていくので、より今度ボール遠くにしなくちゃいけない。遠いボールに関しては逆をそこに打ちやすいですよという形になるので、まあ、ストレートを基準に考えれば近くに入ってクロス、遠くだったら逆クロスという形で考えてもらうと打ちやすいコースになります。はい、ありがとうございます。では実際に、ね、打ってもらって、はい、どのような形になるかというのを皆さんもちょっと意識しながらね、見ていただければと思います。ではよろしくお願いします。はい、ストレートをこのさっきの左肩の打点にセットしてもらって、この線の上をボールが飛んでくるとしたら、この線にまっすぐ入るとストレート、まっすぐ入るときはストレート、この線上に少し自分がかぶってくるように入るとクロスに持ってくる、前に体が行ってクロス、逆に少し離れてこの線上に対して遠目に飛びつくような感じで入ると逆クロスに行きます。遠目だと逆クロス、それでまっすぐだったら少し近くに入ればクロス、少し遠目に入れば逆クロスとなるので、距離感に合わせて、まあ、打ちやすいコースが出てくるので、まあこう苦しい時に無理やり逆クロスとかっていうのはちょっと難しいな、苦しい近いボールなんかは逆クロスに割っていった方が楽に打てますし、逆に遠いボールを打つには逆クロスに流した方が打ちやすいんで、そのボールに合わせてコースを少し選んでもらうとより確率よく入ると思います。はい、ありがとうございます。はい、実際に今見せてもらいまして、線の上ではすごく分かりやすかったと思うんですけど、やっぱりこのラケット取りに行くところの位置によって、打ちやすいボールがあるので、その選択を、まあ、練習の時でもそうですね、ちょっと意識しながらやっていただけると、皆さんもね、ボールの打ち分け、距離感の、はい、判断とかすごく良くなってくると思いますので、皆さんぜひレッスンの方でもね、ちょっと確認しながらやっていただいて、分かんないことあったら加藤コーチに聞いていただければ、はい、しっかり教えていただけると思いますので、はい、ぜひ皆さんもね、挑戦してください。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。